ちょっと前にね、ひょんなことで、知り合った YouTuber の方がいたんですよ。でもなんかね、僕みたいなね、このおっさんじゃなくてね、普通に可愛らしいね、若い女の子なんですけど。で、何の YouTube の動画やってるかっていうと、釣りなんですよ。で、釣りがすごく好きで。で、どこどこに釣りに行ったよとかっていう、YouTube チャンネルやってる子なんですよ。で、いろいろ話をしていたときに、私、実は結構体験とかあるんですよね、なんて。お母さんがすごい体験してて、とかって話をしながら、怖い話になったんですよ。その時に、ちょっとね、僕もできればね、怖い話を聞きたいなっていうのがあったんで、もしあったらさ、自分の体験なんてなくてもいいから、よかったらね、聞いた話とかってある？って言ったら、あーって言いながら、私の地元の友達なんですけど、で、話をしてくれたんですよ。で、その彼女ね、バイクも好きなんですよ、結構。で、そのバイク仲間っていうんですかね、一緒に乗ったりとかする仲間なんと思うんですけど、の男の子の友達がいて、で、仮にですけど、その、男友達のことを鹿沼くんと、しておこうかなと思うんですけど、その鹿沼くんがね、これみんなでいた時の話なんですけど、多分ツーリングした後だと思うんですよね。夜とかにわーって行って、バイク乗りだけで集まってた時があったらしいんですよ。で、なんとなく集まってだべってたんですよね、ずっと。で、場所も本当に路肩に寄せて、普通にコンビニの前とかだと思うんですけど、どこってちょっと詳しく聞かなかったんですけどね、多分そういうところでわーって言って喋ったんですよ。で、多分ね、それでもう盛り上がったりとかしたと思うんですけど、そのうちのね、一人だったその鹿沼くんがね、あれ？中身です。あれ？って何回か言い出して、ああって言いながら、もうバイク急にバーってまたがって、ブーンって走ってちゃったんですよ。で、おーいってみんな言って、もう急に大絶叫しながらバイク乗ってって走ってちゃったもんだから、おい、あいつ大丈夫かよと。急にですよ、しかも。一人だけ。だからもうびっくりしちゃって、何人かもう見てたんですけど、ポカーンってしちゃって、もう、うわーって走ってっちゃったんですよ。で、結局でもその後誰か何人か追いかけたのかわかんないですけど、何かあって、結局その走った先で鹿沼くん事故ってたんですよ。で、そのまま入院ですよね。多分骨折かなんかしたんでしょうね。結構事故ったらしくて思いっきり。で、お見舞いとかに、お見舞いに行った時か退院した時かなんかに、おお、急にさ、お前何さ、叫び出して走ってたんだよと。で、仲間みんなで聞いたらね、その時に鹿沼くんが、いや、俺見たんだよって言ったんです。で、その時の話なんですけど、鹿沼くんがね、たまたまそうやってね、バイクの、とこにこう、もたれながら、ははーって言って笑って喋ったんですよ、友達と。その時に、自分のバイクのね、サイドミラーが、ちょっと目に入ったんですよ。サイドミラーがあるんですけどね、そのミラーが、ふわーって反射して、もう一個ね、その今止まってる路肩じゃなくて、その脇のとこにあった、サイドミラーですね、そっちも。車道にある、オレンジ色のね、丸いミラーがあるじゃないですか。そのミラーを映したんですよ、こうやって。反射して。なんとなくそれを見ながら、あれ？って思ったんですよ。動いてるんですね。その反射した先に。で、どこ映してるのかなって言ったら、ちょうどなんですかね、側溝みたいなのがあったんですよね、道路の脇に。で、くぼんでるところがあって、水がね、下水がバーって流れるとかと思うんですけど、があって、そこのあたりで白っぽいものがもぞ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 って出てきてるんですよ。え、なんだろうなんだろうと思って見にくいんで、こう、ミラーに顔を近づけて見えないもんだから、ふって見たんですよ。で、そしたら、ね、丸いカーブミラーね、あるわけじゃないですか。そのカーブミラーに反射して映ってるんですけど、
それ女の顔なんですよ。女の首から上が側溝のところからズズ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 ズって出てきてるんですよ。うわーってなっちゃって、で思わずあーあーって言って声出して、もうバイクにまたがってもう怖くなっちゃって、うわーってアクセル吹かして乗ったらしいんです。そんなことがあったって言うんですよ。でまあ一応ね、そのバイク乗りのみんな基本的に結構体験してる人多いらしいんですよ。まあなんかでも僕もね、いろんなところで聞きますけど、やっぱなんか車乗ったりとかバイク乗ったりすると結構体験してる人多いなって、ね、あの聞いてると思うんですけど、やっぱみんなそういうのはあって、だからみんなシーンってなりながら、でも鹿沼くんがね言ってることをまあ真に受けて聞いたんですよ。で逃げてどうなったんだっていう話をね、ぽつりと誰かが振ったら、まあ鹿沼くんはこうやって言ったんですよね。それで逃げて、俺アクセル全開で走ったんだよ、怖えけど、怖えけど見るしかないよな、だって後ろから何来てるか分かんねえからさ。それでバイクのサイドミラーを振ってみたんだよ。そしたらさ、ずっとその道路の脇のその側溝のところが出てきたあの女の生首がな、完全にうーって上がってきて、その生首のまま低空飛行して道路の脇からずーって行って俺の後ろつけてるんだよ。だからあ、やばいやばいやばいって思いながらうーって行ってバイクこいたんだけど、そしたら曲がりきれなくて事故っちゃったんだって言うんですよ。まあ結局、まあ、その女がね一体何だったのか全く分かんないらしいんですけど、ただ異様なほど顔が真っ白な、まあ表情がうつろな、女の生首だったっていうふうに、鹿沼くんは言ってたそうです。まあそんな話です。